はい、どうも皆さんこんにちは。本日もポケモンの動画撮っていければなと思いますね。で、雑談系の動画を撮っていきたいわけですが、今日のテーマはメタモン、こちらについて取り上げていきましょう。で、まずは出現場所なんですが、殿堂入り後にこちら218番道路に出現します。で、もちろんポケトレが必要になってきますね。で、ミオシティとホトボキシティ、まあどちらでもいいんですが、どちらかに飛びましょう。まあ正直ね、どっちでもいいです。はい。ということで、まあことぶき、あ、間違えた。ことぶきじゃなくてミオの方がいいかもしれないな。ごめんなさい、間違えました。多分ね、ミオの方がいいと思います。ってことで、ミオにまた戻りましょうか。さあ、こちらに戻りましょう。そういえば皆さん、ルカリオって捕まえましたか？どうですか？まあルカリオというか、ルカリオの進化前の卵が必要になってくるんですが、このルカリオの入手方法であったりとか、ね、卵の入手方法であったりとか、そちらについてまとめた動画も投稿してるんで、もしよろしければそちらの動画もご覧いただければと思いますね。まあ、これからも継続的にポケモン動画撮っていくので、もしよろしければこれを機会にチャンネル登録して、これからもポケモン動画を見ていただければ幸いです。よろしくお願いします。ではこちら行きましょうか。で、こちらのゲートくぐると218番道路に突入します。で、こちらですね。で、着きました。で、場所としましては多分ここでいいと思いますね。はい。まあ、ここで問題はないと思います。ですので、多分ミオの方が早いので、まずはミオに空を飛べて飛んで、で、そこからここのゲートくぐって、こちらの草むらにやってくるみたいな、まあ、そういった形でいいんじゃないかなと思いますね。では、ここから具体的な話に移っていきたいと思っております。まずですね、必要なもの、手順。絶対押さえるべき知識っていうことで、この3つの手順で話していきましょう。まず必要なもの、まあこれに関しては15年前のダイヤモンドパールとほぼ変わらないと思うんですが、まあシンクロ要因、こちらはですね、別に必須ではないんですが、まあいたらいいなっていう感じなので、ウォントみたいな感じですね。で、次ゴールドスプレー、まあこちらはマストになりますね。で、煙玉、戦闘に持たせる、まあこれもね、どちらかというと、まあマスとかウォンとかで言うと、まあ、ウォンとかな、まああればいいなみたいな感じ で、あとボール、まあ、クイックボールかリピート、まあこちら推奨になってます。まあこれもね、当然ちゃ当然かなと思いますね。別にハイパーでもいいんですが、おそらくクイックとかリピートとかそっちの方が捕獲率は高いと思うんで、まあ時短になると思うから、高速で大量に捕まえたいんであれば、まあ、クイックとリピート、こちらがいいんじゃないかなと思いますね。はい、まあ、そんな感じ。まあ、クイックで捕まえることができなかったら、ハイパーに切り替えていくって感じかな。で、次に手順なんですが、殿堂入り後、218番道路。まあ、こちらになりますね、218番道路っていうのは。で、ここでポケ取りを使用すると、毎回恒例ですね。毎回っていうか、15年前と同じですね。はい、ポケ取りがね、ここで活躍してくれます。で、大きく揺れた草むらから、メタモンが出現したら、そこからスタートになります。で、結構な頻度で草むらが揺れてくれるので、そこからメタモンを連続で捕まえていきましょう。で、ひたすら捕まえていくって感じかな。ですので、まあ、クイックボールであったりとか、リピート推奨になっております。で、ここでですね、絶対押さえるべき知識っていうことで、これもね、相当重要かなと思います。まあ、先日の動画でも紹介したんですが、バトルタワーで、個体値のおじさん、まあ、僕が勝手に言ってるんですが、個体値を知ることができるようになる機能をくれるおじさんがいるんですよ。そちらを解放しておきましょう。これを解放しないと、そもそもね、メタモンの個体値が分かりにくいので、分かりにくいというか分からないので、これはマストかなと思ってます。ですので、まだバトルタワーに行ってない、そもそも個体値のおじさんってなんだっていう人がいるかもしれないんで、ぜひね、そちらに関しましては、別の動画見ていただければと思います。まあ時間があるんで、ちょっと後で行ってみましょうか。うん。で、あとは主人公カットインが入ると、高個体値確定ですね。はい。こちらもぜひね、覚えておいていただければと思いますね。まあどうやら、噂によると、2V から3V ぐらいが確定してるみたいです。あとは、連鎖数が個体値に影響しない可能性っていうことで、こちらに関してはですね、あくまでネット上の噂なのでわかりませんが、連鎖数は今回関係してない可能性があるみたいです。いやけどさすがにね、関係しないとかありえるんかな。
昔であればありえないけど、ただ最新作ではありえるんかね、どうなんでしょうか。ちょっとそこについての確定情報っていうのが出てないからわかりませんが、まあこういった噂も今出ております。で次、揺れの大きな草むらは夢特性確定。まあ揺れの大きな草むらっていうことで、まあこれを判断するには結構ね、目を凝視しないとねいけないので難しいところではあるんですけど、揺れがひたすら大きかったら、まあ、夢特性のメタモンである可能性が極めて高いです。ぜひこちらも覚えておいていただければと思いますね。はい、ということで抑えないといけない知識に関しては以上になります。皆さんいかがだったでしょうか。まあとりあえずね、シンプルだと思いますね。そもそもメタモン自体がポケトレ使うとそんなにね、捕まえるの難しくないし、大量にゲットすることができると思うから、まあそこはね、運次第なところもありますが、頑張っていきましょうというお話と、あとは 6V に関しては本当にね、運だと思います。はい。正直ね、ここに関しては運かなと思っていて、まあ数を捕まえていかないといけないですね。ただ 6V ってね、相当難易度が高いんで、まあ現実的にはやっぱり 4V や 5V がね、目標になってくるのかなと思いますね。目標 5V で、理想 6V で、現実的に 4V みたいな感じかな。ただ3V とか 2V であれば相当ね、簡単にゲットできるみたいなんで、はい。まあどこで自分が妥協するのかっていうところなのかなと思いました。やっぱできればね、最低 4V は欲しいのかなっていう、そういった印象ですね。まあ 5V あればね、まあ最高ではあるんですが、まあ難しいからね。まずは 4V メタも複数ゲットしていくっていう感じじゃないでしょうか。まあそんな感じですと。では個体値ってどこで判断することができるのかっていうところなんだけど、まずはバトルタワーに行きましょう。で、バトルタワーには簡単に行くことができますね。こちらから行くことができます。前の動画でも紹介したんですが、こちらまっすぐ正面行きましょう。で、これがね、かなり重要ですからね。個体値厳選。いや、ポケモン厳選か。ポケモン厳選においては相当重要になってきます。ですので、これはね、解放必須ですね。はい。で、これが個体値のおじさんになりますね。どうです？ジャッジ機能。まあ、正式名称はジャッジ機能なんですが、僕はね、個体値チェッカーと呼んでます。同じポケモンでも、それぞれ能力が違って、面白いでしょ？っていうことを言ってますね。なので、このおじさんに喋りかけると、ボックスに預けてるポケモンの個体値がわかるようになるんで、絶対に喋りかけておきましょう。で、このバトルタワーもですね、殿堂入り後しか行くことができないんで、まあ、とりあえずね、殿堂入りを目指して頑張っていくって感じになるかと思いますね。そして、さっきね、お話しした218番道路。あそこでメタモン粘っていくって感じ。ただ、メタモンの出現場所については、あれですね、15年前のダイパと全く同じだから。まあまあまあ、ダイパをね、昔やってた方であれば、割と馴染み深いのかなと思いました。はい、ということで今日の動画この辺りで終わっていきましょうか。まだチャンネル登録を済んでない方がもしもいらっしゃいましたら、ぜひこれを機会にチャンネル登録して、これからも動画を見ていただければ幸いです。よろしくお願いします。おそらくダイパをやってる方であれば、チャンネル登録しておいて損はないんじゃないかなと思いますね。これからも継続的にポケモン動画投稿していきます。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ、じゃあね。